こんにちは、しんやです。今日はなんと、これあのハイドさんの、そう、ウォッカでしたっけ。ハイドさんのウォッカ、うお、サイコラブ。あ、サイコラブっていう名前なんですか、うん、かっこいい。もうあのラストロックスターズの名曲、はい、サイコラブと同じ名前、はい、これいただいたんですよね、先日。そうです、しんやさん、あの X やってましたね。やってました。チームややこしくなっちゃう。ハイドさん監修ウォッカ。じゃあ、かっこいい。ほら、骨。骨っすね。骸骨っす。普通に。サイコラブ。おー。メイドウィズオーガニックウォッカ。おー。オーガニック、オーガニックですよ。これを今日は飲んでみようと思います。はい、おえ、しんやさんお酒飲むんですか。飲みます。マジですか。はい、ウイスキー企画以来じゃないですか。そうです。え、なのでこのウイスキーマニアの藤枝くんを呼びました。あ、なるほど。はい。いや、もうウイスキーにはうるさいじゃないですか。ウイスキーはまあうるさいですね。はい、だから作ってもらおうと。いや、僕ウォッカ。人生で本当数えるぐらいしか作ったことないんですけど。話が違う。まあ、いやいやいや、どこの話なんですか。いやいやいや、でもまあまあ僕よくハイボール作ってるんで、はいはい、まあ、その要領で、まあ、カクテルとかちょっと作れる感じはします。前回のウイスキーがちょっと散々な、もうウイスキーファンからボロクソなコメント、ボロクソなコメントで、ここ前回僕作ってないんで、あのババ君なんですけど。いや、今回はもう、はい、ウォッカファンとハイドさんファンと、はい、そうじゃないですか、深夜ファンがもう、え、もう変なことやったらズタボロにされるんで、やばいっすね。ちゃんとやらないと。いや、もうじゃあ頑張るっす。責任重大です、はい、いや、ちょっと僕もでも楽しみっすね。ウォッカあんまりちゃんとこう飲んだことない気もするんで、はいはい、じゃあまず一回普通に飲んでみましょうか、はい、これストレートっすか。ストレート。お、それいいっすね。なんか僕のイメージだとテキーラとかと一緒でちょっと強いっていうイメージありますね。まあウイスキーも強いんですけど、はい、ここに最高の愛って書いてある。え、どこ、このもその説明とかに最高の愛って書いてある。どこ、そこっす。ほんとだ、最高の愛。へー、あ、お、開けやすい。しんやさん結構ペットボトルもたまに開かないですもんね。 そのしんやさんがスッて開いた。なんかいい音しましたね、うん、パキパキパキっていう。おお、香りどうですか。香りを、うん、結構アルコールの、アルコール、まあそうっすよね。もうあの病院で、はい、嗅ぐようなアルコールの消毒するみたいな、はい、なんかちっちゃめのグラスっていうかショットグラスみたいなありますか。ありますよ。はい、ショットグラス。いや、ありすぎっす。どんだけあるっすか。パーティー用っすか。バーっすか、ここ。うち食器の数だけはすごいあるんで。やばいっす。20個あるっすね。はい、20人用のショットグラスです。ちょうどいいっす。じゃあそれにちょっとついで、ちょっと味見用で、味見しましょうか。もうほんとちょっとで、もう多いっす。見て、はい、透明、透明っす。蒸留しただけなんで透明っすか。長野の川並みに透明。長野の川行ったんすか。どうですか、喉が焼けた。うわ、まあまあ言うても33度ありますからね、うん、なんかまあテキーラとかそっち寄りな感じですか。そうっすね。そうっすよね。でもあのウイスキーみたいに上ってならない。あ、ならないですか、うん、本当ですか。飲みやすいのかもしれないですね。もしかしたら飲みやすいかも。おお、じゃあそれをベースに、まあそれもう今これが原酒っていうか、はい、これが元ですよ、はい、でそこからまあ割っていくんですよね、はいはいはい、普通のカクテルというか、はい、まあ、僕がそのハイボール好きでウイスキーを炭酸で割るじゃないですか、はい、炭酸で割ってみます。一番シンプルな炭酸ですね。炭酸で割りましょうか。はい、はい、これはもう藤枝くんにもう言われてたんで、はい、用意してきました。おお、炭酸完璧です。ウィルキンソンの、もうウィルキンソンが一番最高級炭酸、最高級です。一番強炭酸です。じゃあ作ってください。はい。そしたらハイボール作る場合は僕はもうこれをまず氷だけで、え、このグラスを冷やします。ただまあこのウォッカのこのカクテル作るのでこれが必要か分かんないですけど、まあ一応ソーダ割りなんで基本だけグラス冷やして、でこのウォッカをまず入れます。サイコラブを、はい、まあ、大体ですけど
ハイボールだったらウイスキーの、まあ、大体1対3、1が元で3がソーダみたいな感じ、まあ、大体1対3から1対4ぐらいでやろうかなと思います。炭酸入れます、はい、でこれはもうあの氷に触れさすと炭酸逃げちゃうんで氷に触れさせないようにで調べたらなんかライム入れるといいっすみたいな、うん、ライム絞るといいっすよみたいな感じが書いてあったんでライムを持ってきました。あ、なんかよく刺さってるよねライム。刺さってますね。なんかライム僕ライム使ったことないですけど、このレモンめっちゃ緑じゃない。レモンライムっすずっとライムって言ってるっすわ、いい香りっすね。入れちゃってもいいかな。はい、完成です。じゃあちょっと藤枝くんにも分けて、はい、この後いっぱい飲まないとダメだから。そうですね、ちょっと分けましょう。僕もでもちょっと飲みたいですやっぱりハイドさんの。じゃあもう監修した半分ぐらいってください目指し今日はあの車じゃないんで、はい、このためにこのためと言っても過言じゃないです、まあ、これぐらいきます。あとウォッカと言ったら、はい、ロシア。あ、そうですね。ロシアと言ったらは、寒い。なんでやねんすっごいベタベタななんでやねん気がしたけど、いやめっちゃ前のツアーの時寒かったんで。いやいや、ロシアと言ったら、あ、そうだ、チェブラーシカ。そうっすね、そうだ。え、チェブがどうしたんですか。チェブラーシカにも飲んでもらいたいです。飲んでもらうんですか、はい、チェブ。これチェブ。あ、それチェブ用だったんですね、はいはい、じゃあこれもちょっと入れましょうか、はい、チェブどれぐらいですか。ちょっとだけ。ちょっとですね、はいはいはい。で何でしたっけこれ。まあ、炭酸割りですね、まあ、普通の、はい、ウォッカを炭酸で割ったのにライムを入れた。はいはいはい、はい、じゃあ飲んでみます。はい、いただきます。いただきます。おー、うまっ。いいっすね。え、あのさっきのアルコールのあれが全部なくなった。あ、結構あのなんか多分1対4ぐらいでいい感じになってるかもしれないですね。あとライムのこのライムのかすかな柑橘感と、え、これ砂漠で飲みたい。なんで砂漠なんですか。砂漠だって多分なんでもうまいと思うんですけど。チェブはどうなんですかこれ。チェブはどうですか。え、やっぱり。なんて言ったんですか。え、なんて言ったんですか。砂漠で飲みたい。ロシアの砂漠で。同じ感想なんですか。やっぱりな。あ、気が合いますね。そうですね、チェブの言うこと分かるんで。そうなんです。マナさんみたいな感じ。ああ、すごいですね。じゃあ全部教えてくださいね。まあでもこれ炭酸は味ないじゃないですか、まあ、ライム入れましたけど、うんうん、あのシアさんジンジャーエール結構飲むじゃないですか。めっちゃ飲みます。飲みますよね、はい、もうコーラと同じぐらい飲むと言っても過言じゃないぐらい、はい、でジンジャーエールを使うやつがあるらしいんですよね、はいはい、調べたら。それちょっと作っていいですか。なんてやつですか。モスコミュールです。あ、聞いたことある。聞いたことありますよね。モスコミュール、モスコミュールはこのウォッカにジンジャーエール。モスコミュールもウォッカだったんですね。そういうことですね。言われてたんでジンジャーエールを用意しました。なんかすごいいい感じ。あ、それもウィルキンソンなんですね。そう、へー、美味しそう。めっちゃいいジンジャーエール、いいっすね、調達しました。あの瓶のやつ最高っす、はいはい、で辛口。辛口いいっすね。じゃあそれでいきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします、はい、これ歯で開けれる。いや、歯で開けれないです。栓抜きいるか。栓抜き欲しいっすね。さっきの分量結構良さげでしたよね。ああ、そうね。じゃあさっきぐらいの感じでいきましょうか。作り方でこれヘマするともうウォッカファンとハイドさんファンと、そうですよ、深夜さんファンに怒られますからね。チェブファンと、チェブファン、チェブファンもそうですね、はい、あ、ライム先に絞るって書いてあるんでライム絞ります、先に絞るんだ。 先絞です。ライムを動画とかで見るとこう飛ばないように、もう手で両手で押さえて。めっちゃ飛んだけど最後パソコンまで飛んだけどすいません。このウィルキンソンの辛口ジンジャー、この感じですか。こう近づけてやるんですね。どうですか。おお、これですね。これいきましょう。えい、でこれもまた氷当てないのむずいですけど、まあ極力当てない場所で、でまあ一応ひと回しして、そのマドラーちゃんと見て。え、あっ、チェブじゃないですか。あっ、映ってない
じゃあ後で、あの、物撮りしてください。はい、モスコビールできました。もうできたの？できましたもん。もう完成です、これ。これ僕、ハマってます。できました。じゃあ、これ、分けます、また。はい。はい、じゃあ、モスコミュールいきましょうか。はい、モスコミュールです。はい、いただきます。はい、うまっ。うまっ。なんだこれ。うまっ。やっぱこのジンジャーエールがあんま甘くないから、うん、生姜感結構きますね。生姜感が来る。で、ライムの柑橘感と。で、ライムの柑橘感。で、ウォッカのいい感じにアルコールが来て。で、ウォッカのいい感じのアルコール。全部僕のコメントです。完全に僕のコメント。美味しいですね、でも。じゃこれもう普通に飲めるよ、もう。もうジュースっすね、これ。ジュースじゃん。美味しい。チェブどうですか？どうですか？なんか柑橘感とアルコール感と生姜感のハーモニーって言ってます。ハーモニーだけ足してきたっすね。このライムめっちゃいいね。ライムいいっすね。ライムなんて今まで意識したことなかったわ。そうですね。人生で。ウォッカとライムは結構相性いいのかもしれないですね。うん。じゃあ新屋さんジンジャーエール、はい、今めっちゃ美味しかったですね。はい。まあ、日頃新屋さん好きで飲んでると思うんですけど、はい、ジンジャーエール、はい。トニックウォーターしてます？ね、髪の毛につけるやつ。それなんか違うんです。それは確かにトニックなんかある気がするんですけど、違うんですよ。飲み物であって。僕もあんまよく分かんないですけど、うん、まあ、トニックウォーター。トニック割りみたいなの結構聞くんですけど、はいはい、僕もあんまりよく知らなくて、はい、ウォッカトニックっていうのがあるらしいんですよ、ね、はいはいはい、まあ、単純にそのウォッカをトニックで割るっていう、はいはい、まあ、とりあえずトニックウォーター頼まれてたんで全部頼まれて買ってきてくれてる買ってきました、はい、トニックウォーターそう初めて炭酸はないですよね、買ったかもこんな、え、初めて買ったこんな、あ、本当ですか、あ、でも炭酸飲料って書いてあるわ、え、やっぱ炭酸入ってる、どう違うの、いや、わかんないです、でもなんかちょっと味あるんですよね、シュバインの椅子だって、違う違う違う、椅子まで書いてないです、どう考えてもシュシュぐらいです、シュエそういう呼び方わかんないですけど、まあでもそれ有名なやつですね、またじゃあ入れます、氷を入れたグラスにウォッカ入れます、サイコラボを、おちゃんとしないとダメですよ、ちゃんとしないとダメです、まあ、ハイオさんウォッカにすごいうるさいから、あ、そうなんですか、普段も、あ、じゃあお好きなんですね、そうそう、もう普段もなんかお気に入りのウォッカがあって、日本になくて、はいはいはい、アメリカから買ったやつをもうその知り合いのもうバーに入れてるの、マジっすか、それぐらいこだわりのあるんだから、これ、いやでも現状めっちゃ美味しいですよ、いやめっちゃ美味しいよ、飲みやすい、でこれウォッカ入れましたよね、今まで一緒です、氷入れてウォッカ入れてトニックウォーター入れます、ちょっとトニックウォーターってどんな、何、匂いどんな感じですか、僕も全然知らないです、なんかでも香りがする、あ、でもなんかちょっと柑橘っぽい香りしますね、うん、炭酸ですね、でこれ飛ばないようにあの両手で押さえてさっき飛んでたけどできました、何でしたっけ、ウォッカトニックです、あ、これ僕ハマってますじゃあウォッカトニック、ウォッカトニック、はい、いただきます、お、え、何これ、ジュースやん、ジュースっすね、うん、トニックウォーターだけ、はい、単品っす、めっちゃ透明いや大体透明です、新潟の川みたい新潟の川見たことないです、あ、これがもうなんかすごいジュースだ、どんなジュースですか、いや美味しいジュース、なんかレモンソーダみたい、なるほど、なるほど、どうですかこれ、子供でもいける子供ダメですチェブどうですか、うん、なんか3歳の僕でも飲める、いやいや絶対ダメです、3歳なんですか、3歳チェブ、あ、そうなんですね、もう酔っ払ってるですもんね、完全にもうだいぶ酔っ払ってますじゃあ今までずっとあの炭酸だったじゃないですか、うん、それをちょっとジュースにしたいなと思って、はいはいはい、スクリュードライバー聞いたことありますか、あ、聞いたことある、ありますよね、なんか筋肉マンの必殺技だちょっと怖かったんですけど1ミリもスクリュードライバーなんですよ、はあ、オレンジジュースで割るのがウォッカを、はいはい、それいきましょうか、これなんかドライバーでかき混ぜるのがなんか名前の由来って聞いたことあるな、そうなんですか、うん、じゃあスクリュードライバー作ります、オレンジジュースですか、オレンジジュースです、まあ、一応言われてたんで
めっちゃいい。なんすかそれ。オレンジジュース買ってみました。どこに売ってるんですかこれ。すごっ。めちゃくちゃ美味しそう、それだけで。なんと、はい、和歌山さん。うわ。今度行きますツアーで、はい、もうすぐ。しかもハイドさんの。そうだ。うわ。なんでチェック見るんですか。いや、ロシア。ロシアのウォッカと和歌山のみかんの融合、はい、やば。つまりハイドさんとチェブラシカの融合。勝手に融合させないでもらっていいですか。怒られるっす。でもう本当にウォッカ入れるじゃないですか、うん、でもこのオレンジジュース、うん、まあみかんジュースですけど、うん、入れると、うわ、もう今回はさすがにみかんっていうかオレンジなんで、もうライムは入れないです。あ、なるほど、はい、入れなくなってます。はい、完成です。おお、これハマってます。スクリュードライバーできました。おお、ウォッカとオレンジジュース、めっちゃオレンジジュースだ。じゃあ飲みましょうか。はい、うまい。うまっ。オレンジジュースうまいっすね。多分これもうオレンジジュースとしてうまい。まあもちろんウォッカ感もありますけど、うん、飲みやすいな。割ってるのの邪魔しない感じですね。そうですね。ウォッカがすごいバランスよくできてるっす。ウォッカがバランスよくできてる。何やっても美味しいウォッカだ。何やっても美味しいウォッカ。全部パクリっすね。チェブどうですか。ウォッカが邪魔してないと言ってます。全部一緒じゃないですか。二人ともパクってるっす。このコンビありですね。このコンビあり。ハイドさんとチェブラーシカのコンビ。でもアメリカさんですけど、これ僕は。まだまだあります。え、もう深夜さんがもう大好きなジュース、炭酸飲料なんですか。僕の好きな。はい。炭酸飲料。はい。あれ？オロポ。そうだ。それがあった。最近ライブ後にも飲んでますけど。それじゃなくてコーラス。コーラ、はいはい、コーラじゃないですか、シアさんといえば。コーラも基本ですよ。もう海外でも飲みまくってますよね、はいはい、このウォッカとコーラ、ウォッカをコーラで割るやつがあるんですよ。え、ウォッカとコーラが合うんですか。ルシアンコークっていうカクテルが。ルシアンコーク、はい、初めて聞いた。まあ、ちょっとロシアンっぽいですけど、うん、ルシアンコーク、まあ、言われてたんでコーラ買ってきました。全部言う、事前に言われてるんですね。もうやっぱもう瓶でしょ、コーラといえば。これよく売ってましたね、はい、どこで買ってるんですか、これ全部調達してきました。調達すごいですね、はい、完璧じゃないですか。もう瓶以外ありえないから、ね、ありえないですね、コーラは。じゃあ飲んでいきましょうか、はい、はい、作っていきましょう。氷入れて、でウォッカ入れます。サイコラボ入れます。もう本当に適当になってきます、だんだん。もう 量も多くなってきます、だいたい酔っ払ってくると。これ結構危ないですよ、逆に、ね、飲みやすすぎて、うん、気づいたらもうヘロヘロみたいな。帰り運転できるかな。でも運転絶対ダメです。絶対ダメです、もう飲酒運転は。しかもシアさん運転もダメですし。で、ウォッカ入れました。でもこれにコーラ入れるだけです。コーラ入れます。シアさんこうイエス。そう、酔っ払うとろれつ回って怖くなってくるんで。氷に触れないように入れなくていいんだ。もうそれ大丈夫です。はい、できました。おお、これハマってます。おお、美味しそう。はい、できました。ルシアンコーク。ルシアンコーク、はい、あの単純です。ウォッカとコーラ、はいはいはい、割りです。いきましょうか、じゃあ。はい、はい、大人のコーラになった。うん、ほんとなんかコーラももちろんあるし、コーラにこうアルコールがプラスされた感じで邪魔しない。邪魔しない。サイコラブは本当に何にでも合うですね。最高な愛だ。うん、まさしく。今気づいて、チェブどうしたんですか。チェブはもう泥酔。だいぶ泥酔してます、ね、やばいっすね、うん、なんかのなんて言ってます。最高の愛って。全然ライブのステージドリンクこれでいいかも。マジですか、うん、じゃあ次の海外これにします。いや、もう次の
あ、次から新潟ロッツからてか間もなくですから明後日です明後日です。じゃあ信也さんもうここまでは予想できたと思うんですよ結構、はい、定番のものから、まあ、予想何もできなかった結構定番系やってきた最後、はい、これもうラストです次、はい、ブラッディメアリーっていうのをやりたいです。何ですか。僕実はバーとか行って、はい、ブラッディメアリーがあったらもう絶対ブラッディメアリー飲むんですよ。マジですか。マジですよ。じゃあ何か分かってます。分かってます。何ですか。トマトジュースです。おお、そうみたいなんですよ。僕トマトジュース好きなんで、はい、もうブラッディメアリーか、まあ、レッドアイとか。レッドアイ、あのビールとトマトジュース、はい、もうそういうのしか飲まないです。じゃあこれ結構変わり種で持ってきたんですけど、え、一番飲む。一番飲みます。マジっすか、はい、まあでもそれ最後にじゃあいきましょうか。はい、そしてなんと、はい、トマトジュースにクラマト仕入れてきました。おお、クラマト何でしたっけ。これはもう、もうトマトジュースのハイパーすごくなったやつで、えぐっ。もう僕はもうこれが飲み物の中で一番好きなぐらい好きなんですよ。本当に初めて聞きましたけど。いやマジで。通常で飲むんですか。じゃあそれ通常でも飲む。あ、じゃあよく買ってるんですね。よく買ってる、これ十数年前に初めて飲んでから、はい、もう普通のトマトジュース飲めなくなった。マジっすか。もうだから普通のトマトジュースはもう十数年飲んでない。なんかちょっと薄い感じしますけどね色。いやいやいや、うまいですか。これはもう本当に、もう飲み物としてマジ最高に美味しい。じゃあそれでちょっと今日サイコラブ割ってみましょうか。はい、はいはい、いきます。じゃあ、はい、ちなみになんか塩とかタバスコとか入れるんですけど、胡椒とか入れます。入れますよ。もう結構多くなってますめっちゃ適当じゃんでも今日こんだけ楽しんでもまだ全然残ってますからね。いや全然あるじゃん、はい、2人じゃない3人であんなに飲んだ。いやいや、まあ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 、だからまあしかもこの度数高いお酒腐らないんで。あ、そうなの。はい、あのすぐ飲む必要もないですし大丈夫です。はい、おお、なんか水槽のよう綺麗ですね、うん、逆にだから信也さんブラッディメアリーはよく飲んでるから味もわかるってことですよね。なんとなく。でもまあまあやっぱバーにあるやつは薄い。あ、薄いですね。普通のトマトジュースだから。なるほどなるほど。これで一応 OK で、お好みで塩とか胡椒とかタバスコとかウスターソース。うっ、お塩は入れますか。じゃあ入れましょう。ちょっと入れましょうか。せっかくなんで。これがソルティードッグか違うっす。それも入れようとしたんですけどソルティードッグもウォッカらしいっす。え、そうなの。そうらしいっす。何でもウォッカじゃん、はい、もう結構ウォッカ多いっす実は。え、はいはい、ほぼウォッカじゃん。いや、そういうわけじゃないですけど。できました。ブラッディメアリーです。お、はい、なんかブラッドオレンジジュースみたいな確かにこれがちょっとそういう感じしますね。できました、はい、ブラッディメアリー。ブラッディメアリーです。ウォッカとトマトジュース。これはもう楽しみでしょうがないです。これやばいですね、はい、飲みましょう。うまなんだこれ。うまいっすか。うますぎる。やば。しかもタバスコと塩入れたじゃないですか、うん、なんかいいアクセントになってますね。いいアクセントになってる。え、なにこれ。これどうっすか。サイコラブとクラマトのコラボ。サイコラマトちょっとチェブがシアさんの今の寒いギャグでギャグじゃないよ違う違うですか。ダジャレじゃないですか。これはもう結構飲みすぎてますねいつもより。まあ3歳ですからね、はい、3歳ダメですけどもう美味しいですよね多分。美味しくてもう倒れちゃった。倒れました。ああ、しょうがないですね、はい、これは。どうですかこれ。いや、これはもうめっちゃ美味しい。これやばいですね。もちろんクラマトだけでも美味しいけど、はい、もうウォッカが加わることによって、うんうんうん、しかもタバスコもいい感じじゃないですか、ね、うん、うまっ。そう、僕的にはこれ変わり種で最後ドーンってやろうと思ったんですけど、シア、うん、さん的に一番馴染みある。そう、一番馴染みあります。うまいですかこれ。いや、これはうまい。やばいっすねこれ。だって普通の店に置いてあるのもう薄々だもん。今回どうですか。いや、もうクラマトがやっぱうまいっすね。うまい。でもちろんウォッカもこのサイコラブの、うん、邪魔しないんですよこれ。邪魔しないです
マジで邪魔しないですよね。主張しない。主張しなくて何でも合う。フロムザラベバベルバレルのような。ね、まさしく。いやこれいいっすね。いろんな楽しみ方できますわ。これ1本あるだけで。いやでもこんなウォッカがこんなレパートリーが広いとは。はい、そうですね。なんか知ってるカクテル全部ウォッカだったんじゃないかっていうぐらいの感じですね。ぐらいの勢いですね。もしかしてあれ、はい、レモンサワーもウォッカ？それは焼酎ですね。知らなすぎじゃないですか。まあでもこんだけ別にこの1本あって割り物があれば、うん、こんだけ楽しめますからね、うん、どうですか今日どれが一番良かったですか、しなさん。いやそれはもうもちろんこれですね。これですね。でももう全部良かったっすよ。いや全部良かったです。はい、最初の炭酸のシンプルなやつから始まって、そうそう、普通のも味がないやつでも全然美味しい。美味しいですよね。ライム入れて、うん、でジンジャーエールも良かったし、うん、みかんも良かったですね。みかんも良かった。でこのクラマトですよ。このクラマトですよ。これはやばいですね。もう年がら年中、はい、夏でも冬でも楽しめるかも、はい、いいっすね。ちょこれ足りないわ全然。買います。買いますよ。アマゾンで。アマゾンに売ってるの分からないですけど。じゃあ僕は10本買うんで皆さんは50本買ってください。ハードル高い